です。パパスです。今日は今バラバラにしていってる MH23S ワゴンアルスティングレイさんのゾウロックアクチュエーターとアウトハンドルですね。あ、立って後部座席ですね。立っていってもらいたいと思います。この辺はもうはい、内張りとかいろいろもろもろもう外してるから、はい、それは他の動画見て、はい、あげてます、うん、とりあえずはい、こいつはもう最後にしようか。はい、前も最後にしてんけど、はい、とりあえずこのドアロックアクチュエーターの、はい、こら、はい、見てください、うん、で、はい、こいつがちょっと見えへんからここ開けるおー、うん、ここあれおいしょ、ちょっと嫌いね、これな、この黒い物体の真ん中な、黒い物体の真ん中にかけて、はい、誰だ誰だ、この時は、はい、きっちりこの穴に差し込んで、はい、おここは差し込んで、はい、パチン、はい、うん、取る時はこの黒いところに、はい、ちょっと、はい、あんまりこっちでは割れるから、はい、軽く飛んでったけど、はい、で、まあ、まずアウターハンドル、はい、さっきの穴から多分動画では見えてたけど、遠見りですね、うん、前もやってんねんけど、はい、前はキーシリンダーがあって、うん、後ろはキーシリンダーがないから、はい、ここのこのこれあー暗いな、これがこれですね、うん、はい、キャップになってたはずやん、うん、なんか3箇所、はい、あれやろある、なんかそこちょっと、はい、これをあ、ちょっとこれをプチュッと行くから、オッケーオッケー、外行く、はい、ちょっとあれね、ちょっとここ、うん、はい、こいつが、うん、ピンに入れて、こっち、ここを、はい、隙間を、はい、うん、じゃあですね、よいしょ、うん、ここな、踏んだらちょっと下に下ろしてもらって、はい、でこの先こじたところの黒い部分をかわしてもらったら、はい、こんな感じね、はい、うん、ね、はい、あ、この3つか、うんうん、見えてたんだね、だから今こういう感じでちょっと待ってくださいよ、はい、ちょっと効かして、うん、でここで外からちゃんと、はい、うん、いった感じですね、うん、まあこれはちょっと前より柔らかいかな、うん、そう、前もやってるんですけど、よいしょ、あとちょっとこれ、はい、後ろの方が邪魔くさいのが、はい、前は、はい、この芯が下一個で、はい、これはこことこの穴、はい、これと、はい、これですね、はい、うん、はい、はい、外す、うん、あ、ゴムです、うん、はい、これは抜いて、あー、抜いて、はい、このゴム外してもらってですね、ここ、あー、プラスこれです、ごめんなさい、ちょっと半分切れてるけど、うん、プラスで外してもらう、はい、はい、おー、取れた、はい、はい、まあ、上に引き抜く感じですかね、はい、引き抜いたらまだもうガラスを上に入れといてもらってないしはい、ちょっとこれ危ないな、そうですね、取っといた方がで、はい、こいつな、トルクス、うん、T27 ですね、うん、一緒、前と一緒、ちょっとガタガタやから、はい、もうワンサイズ大きいかも分かれへんけど、はい、それはまあその付近で調整してみてもらって、は
入るやつ。あ、入るやつ、ね。舐めんように入らへん。入るやつ。ほんまに。ね、うん。メーカー違いで。はい。結構遊びがあんのにそれやとか。うん。このギリギリ入りにくいとか。うん。まあ、どっちも分かんないね。3番です。うん。遊ぶよりやっぱりギチッと入った方がええから、うん、ちょっと遊んでるやろ。うん、遊んでる。な、はい、ちょっとこれやったらちゃうんかなとは思うんやけど、うん、で、これで、はい、こうへばりついてるから、はい、ちょっとテープ外してもらって、はい、でここな、ここはフロントのキーシリンダーと一緒で、うん、ここの間に隙間を開けてもらって、はい、ちょっと隙間を開けてもらって、はい、今開けてもらって、はい、でここは今抜けたけど、はい、ここ差し込みを抜いて、はい、こっちに、はい、入れる時も先に差し前を差し込んではめるね。はい、よし、よし、見えますよ、よし、はい、こいつが今引っかかってたから、うん、これが引っかかれへん、はい、してもうたら、あ、うん、結構わりかしスッと取れましたね、後ろ、うんうんうん、スッと取れてない、これが取れてないや、これ、うん、あの、あぐちです、うん、はい、まあ、あとはまあ、うん、で、まあガラス、はい、さっき入れてもらってガラスの付け方ですね、うん、はい、でここを先に、うん、入れてもらって、はい、うん、入りました、はい、はい、押し込んで、はい、このガラスがやっぱり寄ってくるから、はい、押しながら、うんうん、はい、よし、はい、たるんだ場合はこう上げながら、うん、ちょっと上げ下げしながら、ね、はい、よし、このキャップは、はい、この反対側のここな、あ、そう、ちょっとバイザーついてるからね、見にくくて、あ、見えてる、ここにパチッとはまんねんけど、はい、ちょっとしたら爪が、あ、うん、まあ、こんな感じ、ね、あ、はまった、あ、はい、こんな感じで、うんうん、はい、あります、ここですね、5ミリ、うん、後部座席のドアロックアクチュエーターとアウトハンドルですね、合ってるな外していきました、まあ、前後両方やってますので、よかったら皆さん作業の参考にしてください、お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。